くお願いします。お願いします。第16回ゴルフダイジェストジャパンジュニアカップ、うまい、素晴らしい。質問なんですけど、何質問？あのグリーンにソログリーンに乗った時に、うん、足がかかってボールがカラーにあった場合は打つんですか？うん、そうなの？勝負強いじゃん。なぜかっていうと、父ちゃんが時々見るからいいのしないと。全体としてはまあ満足ですけど、内容はまずまずです。ちょっと悪かったので、前半良かった、悪かったけど後半良かったので結構満足してます。自分のプレーはまあ今日はまあよく、まあです。まあ、楽しかったです。あ、まあパットがよく入ったんで良かったです。失敗してしまったので来年また練習します。はい、めっちゃ楽しかったです。メンタルがまだ弱いなって感じ。はい、みんなで楽しく、プレーできたと思います。今日はショットもうまくいかなくって、パットもあまり入らなくって、スコアがまとまりませんでした。毎日上手すぎ。なんか、うん、キャディさんがなんか入ったよって言ったけど、なんか飛びすぎてたから、なんか見えたから嘘だった。だから言ったら、ね、入ってた。今日はもうアイアンが変な当たりばっかりで、あんまりピンに近づかなかったので、こういう
成績になってしまったんですけど、これからももっと練習して頑張ります。そうですね、もったいない巻き方しちゃったんで、ちょっと悔いが残っちゃいましたけど、バーディー取られて負けたんで、ちょっと最初に相手が決めて緊張したんですけど、入れ返すことができて、次のホールでバーディーが取られたんで、パターが、昨日今日と続けて入ってくるんで、マスターズで勝てるようなプロゴルファーになります。前半が悪くない、前半が悪くなければなんか1位になりそうだけど、そうですね、3位で悔しい。74回だったんですけど、まあ別に悔いは残ってないので、まあ次優勝できればいいと思うので、バーディーパットが入れたかったんですけど、自然に行っちゃって強く入れて、バーディーパットがめっちゃ緊張して